地元の食材を使って高校生が考えた3種類の弁当が明日から県内のスーパーやコンビニで販売されます。商品化されるのは県が主催する高校生地産地消お弁当コンテストで入賞した3作品です。12回目の開催で過去最多の183作品の応募がありました。最優秀賞にあたる宮城県知事賞に選ばれたのは気仙沼高校のうまさ止まんねっちゃー宮城まるごと弁当です。宮城の自然をコンセプトに気仙沼産のメカジキを使ったメンチカツやメカブを添えた人参の炒め物など地元の食材にこだわった弁当です。価格は税込み646円で明日から今月28日まで宇治江スーパーなどで販売されます。いろんな宮城県の食材を入れたのでメジャーじゃない宮城県の食材も、こんな食材があるんだっていうのを知ってもらって笑顔で楽しく美味しく食べてもらいたいと思います。コロナ禍の中でそのいろんな人と外で食べたりとかができなくなったのでそういうたくさんの人にその食べて笑顔になってほしいのとやっぱり楽しんでほしいな。このほかもち豚と玉ねぎのアセロラスあえなど健康を意識した渡り高校の弁当やご飯が進むをテーマにした上農業高校の弁当がスーパーやコンビニで販売されます。